ガチアサリのアジフライスタジアムということで、今回はシャープマーカー使っていくんですけれども、とうとうあのガチアサリの X パワー2400超えてしまいましてですね、一流のシャープマーカー使いになってしまったんで、ちょっとより一層今回頑張っていこうかなと思ってるんですけれども、ちょっとなんかお互いやれだな、調子いい武器めちゃくちゃいて結構ビビってんだけど、てか2400ってもうなんかさ、あのもう味方も敵も強いから結構ね、結構ビビりながらやってんだよね今。ビビりなって、もう、何今の、なんか、謎のやられ方したんだけど、普通にはバケツを俺は倒そうと思ってたんだけど、なぜやられたんだ、気づいたら俺がやられていたわ。2400ではこういうやられ方もあるんやな、きっとな。ちょっと、あ、やっべ、いや、今のはちょっと迂闊だった。完全に迂闊な出方してしまう。これはまずいな。さあ、このカーリングボムピッチャーがどんだけ刺さるかっていうかね、ここのカーリングボムピッチャーでも痛えよな。どう考えてもこの一直線の道でカーリングボムさ、死ぬほど吐かれたらそりゃ大変だよ。あー、ぶち込まれていく。まあ、このあのガチアサリ大事にしていくか、とりあえず大事にしていって、守りをちょっとしていきたいんだけど、守るんだったらこのガチアサリっていらないんだよね、正直言って。お荷物でしかなくて、あ、こいつ、いるわ、これいるから、あの、待って、これ捨てれば一回捨てます、で、一回捨てて、ジェットパック、2400のジェットパックくらいな。くらえ、2400のジェット、お前はトーピードで邪魔すんな。2400のな、XP2400 のジェットパック中だよ、お前。1枚持ってったのにさ、もう、悔しい、今のマジで1枚持ってけたの。あれ捨てだな。あのガチアサリは捨てです。はい、捨てですね、あれは。ナイス、まあ、もうちょい早かったら、ワンチャン突っ込んでいけた気がするけど、これちょっと飛んでくるのやめてほしいな、これ。やめてくれ。いやー、危ない。さあ、2400のジェットパックらい。どっかいたよな、今。ここか？あ、いない？あ、やられてる。頼む。おかか。神のジェットパック吐いてゆく。ちょっとやばい。神のボンピッチャーも吐かれてるよ。ビロリンって言った、今。アサリを取る音が気持ちよすぎてやばかった、今。脇から入れるわ。コーナーキック。そして、頼む。これが2400のガチアサリのやり方だ、お前ら見とけ。いや、でもしかし、ちょっと味方が全然続いて、これ今40カウント全部俺一人取ったからね、今な。これちょっと味方続いてくんなかったのは、ちょっと寂しい気持ちでいっぱいなんで、うわ、死にすぎ、さすがに。置いてこい。これはね、これはもうそういう切るの。いや、マジか、今の相打ちになりたかった、せめて、頼む、あと一発。あー、オッケー、引っ込ませたが、これ多分入れられないでしょ、さすがに。そうそうなるから、絶対入れない方がいいんで、相手目線だとしたら、絶対に今のは突っ込まない方が良かったはず。あ、やっぱここのね、ガチアサリね、なんか、入れたくなっちゃうんだよね。はい、これが2400のエム力だって言おうとしたのにさ、ここはね、結構ね、強引に突っ込みたくなっちゃうんだけど、マジで、あの、リスク高すぎるから、あ、本当に敵を落とさないと入れられないんだよね、ここは。本当に入れたくなっちゃうんだよ、ここ。やべ、これは迂闊だった、マジで。今のはちょっと状況判断能力がマジで、ちょっと欠如していた気がする。このカウンターアサリはマジで取ってはいけなかった気がするな。やばい。これはちょっとやってしまったぞ、これは。やっちまったな、これ。完全に捨てた方がいいんだけど、ちょっと捨てるにはもったいない気がする。捨てます。もう思い切って捨てます、これは。多分入れられるからね。多分、ガチアサリ入れられるんで。入れられたらもう一回生えてくるから、アサリって。あ、しかも味方回収してくれたら申し訳ない、マジで。俺が取ったせいで。なんで取ってんだよって多分思われてると思うわ。そこ俺はしっかりとキルでケアしていく。これが神のジェット、これは2400のジェットバッグだ、これ。これが腕前2400のジェットバッグ。しかも塗るからね、これ。はい、しかもやってっからね。これが、あの、XP2400 のジェットバッグなんだよな。クソ刺さったわ。多分、これやれたら、神、これが、やれないのかよ、もう。肝心なとこでやれないんだよな。あ、ナイス。1個入れてくれた。うわー、ちょっと今のやれた。今のやんなきゃダメじゃねえってか、普通に考えて、今のやれたら普通に20ポイント入ってたんじゃないの。普通に今のは、ちょっとやっちまった感あるよ。さあ、入れられてしまったが、ここバケツ結構。やべ。今の引いてよかった。待て、やめろ。何個入れんだ、お前。これが2400か。あ、やばい。これやばいよ。あ、これちょ。あ、死にすぎ。さすがに死にすぎよ。あ、まだ入ってる。バカ。まだ来るよ。こいつ調子乗るから、こいつは調子乗ってさ、あの、無限に入ると思ってんだよ、アサリ。2400だから。関係ないか。
それ捨てるのはさすがに頭いい。お前それは頭いいけど、なんでやれへんの今の。うわ今のやられないのやばくない。ちょっとこれ前線抑えてほしいな。いや取んなくていいよ、取んなくていい。いや俺が取りに行く。あ味方死んだし。いやこれ負けるか。これが2400か。これちょっと2400のちょっとどこ行った。洗礼を受けている。まだいけるぞ、まだいける、まだいける。もう相打ちにならん、相打ちにならんのよ。うわこれが2400か。ショッツル鉱山ガチアサリということで、今回もシャープマーカー使っていくんですけど、パワーが高い2470ということで、もう2500ですよ。死者誤入したら10の位を死者誤入したら2500にいっちゃうんだけど、しかも王冠もね結構やっぱこのレベルになるとちらほらいるようになってくるんだよね。計測月始めの計測やるときは2100とかでも簡単に王冠乗ったりするんだよ。王冠乗ったりするときがあるんだけど、それってあれなんですよ、結構人口が少ないと、母数が少ないと、簡単にやっぱ王冠乗るんだけど、やっぱもう今月の初めでもないから、この王冠はガチの王冠だ、こいつらは。正真正銘の王冠。あ、これはやりたい。うわ、やれないか、今の。うわー、ちょっと後ろからの、横槍が入ったせいでやれなかった。さあ、ここはちょっと無駄にチミデスしてしまったんですが、味方1枚で落としてくれたから、ここはちょっとだけ前に出れるんじゃないか。とりあえずポイズンを投げて敵を牽制するのは、シャープマーカーの基本的な動きであり、そこを忘れてはいけない。あーって味方が死んだ。この味方の遺品を俺が集めていく。待って、身落ちはちょっとまずいかもしれない。しかし、ガチアサリというのは、いや、待って!もう、だから、いや突っ込んでくんな。あのローラーなかなか策士だね。もうカーリングで一気に突っ込んでくるっていうやり方のパターンね。これはちょっと裏からいくしかない。頼む、やれ。なんでなんかいろんなやつにバシ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 当たってたのに全然やれなかったわ。アシスト入った。ちょっとまあ59で抑えたのは全然悪くないんですけど、ちょっとあれだな、今のところ何もできてない。これ2250ぐらいの立ち回りになっちゃってるよ今のところ。いやなんかやっぱ2500、はい、いやいや今のは2280ぐらい。うわー、いやこれ強いな。ローラーがマジで王冠ついてるだけあるわこいつ。しかもなんか頭にケーキ乗ってなかったか今こいつ。なんで頭にケーキ乗ってんだよ変態野郎がよ。変態野郎に負けんのか俺は。とりあえずアサリ集めないからアサリ集めない。左側にロンブラがいるはずだこれ今の。あ、いやクイーボだったからあれか、ジェットスイーパーの可能性もある。ちょっとジェッパー吐きてえな、一回吐くか。とりあえず吐くわ。うわ、丸ミサでもやれない。マジか。なんでしかもカーリングでやられた。いや、なかなかきついな、これ。いや、オッケー、3落ちはでかい。ここで俺は、あれカウンターサリはない。なんでいつの間に、取っちゃった。こういう時にさ、カウンターできるように取っとくんじゃないの普通って。なんで取っちゃうの、まあ、俺もたまに取っちゃう時あるけどさ。マジかよ。ショックなんですけど、結構。ちょっとやる、ポイズンなんて。上にいんな、これ。ジェッパー吐くわ。ジェッパー吐いていく。どこだ?あそこか。あそこにいる。ここにもいる人絶対。いないか?いない。クッソ、ジェッパーが干からびていく。オッケー、1枚やった。いやー、プレッサーが強いな。あー、そっか、そっから見えんのか。ちゃんと見晴らしのいいところで吐いてるのも偉いっすね。いやもう完全にあのジェットスイーパー引いてっからな。ちょっとあいつ崩さないと、アサリ入れづらい環境になってるんだよな。これやばい、これ見られてる、これ見られてる。これは、危ない危ない危ない、これ死ぬ死ぬ死ぬ、危ないよ。これでっかいの潰したい、潰したいですね、これね。潰した。やばい、やめて。頼む。よー、強化か。いやもうそこで死ぬんかーい。今のはちょっと生存して一気に前出たかったけどな。いや、プレッサー、また吐いてるし、あいつ。いや、きちぇ、これ。一発も入れられないで終わるのか、俺たちは。もしかして。もしかして、俺たちは、一発、もうタイミング良すぎだろ。いや、結構落としてるけどな。てか、あれだな、カウンターアサリもないから、ちょっとガチアサリ作んないと、マジでこれ、延長戦にならないんですよね。だから、アサリマジで集めとかないとマジでダメ。あ、これね、アナフラッシュ、これ結構、ご利用するよ、これ。
来たけどカーリングも来た、カーリングも来た、お願い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 、来た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 、ここ入れるでしょ、これ入れて、でここでジェットパックを吐くんですよね。ここでジェットパックを吐くことによって敵を殲滅することができるはずなんだよ。できるはず、できる、できた、できた、できた。もう一枚、もう一枚、うわ、一枚、もう一枚。うわ、ナイスガードリード、ナイスリードだけど、うわ、ちょっと上のやつやりたかったね、今。あのジェットスイーパー、結構かすってた気がするけど、やばい、これ、これやばいよ。これマジで、一発入れられて、もう一発入れられたら、終わるぞ、これ。あのカーリング注意な、あのカーリング注意な。マジで注意な。まだまだ、このレールも注意な、このレール。これ、これ、いる可能性あるからね、マジで。これ、いる可能性あるからね、本当に。こういうことしてくるからね、絶対。いる、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 いる。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。マジで、これ、マジで、これ。それはやばい、それはやばい。させるかー、早く、早く戻って、早く戻って、早く戻って。勝ちたい、勝ちたい。勝てる、勝てる、勝てる。勝てるよ。勝てる、勝てる、勝てる。勝てるよ。え、飛んでる、飛んでる、飛んでる。あ、マルチミサイルが飛んでる。マルチミサイルが飛んでるだけか。いや、ちょ、もう俺マジ、ポイズン投げるだけの機会になるわ。ミスターポイズンって呼んで、これ、俺のことは。俺のことはこれからミスターポイズンと呼べ。来た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 。もう一、ね、結構当てた、結構当てた。頼む、よしよしよし、ナイス。うわ、ほっぷねー、怖え。アジフライのガチアサリということで、2500って俺初めてやるんだけど、大丈夫かこれ。ちょっとこの部屋ちょっと大丈夫ですか、なんか頭おかしい人しか いないんじゃないの、大丈夫これ。俺2500の部屋初めて入るんだけど、ちょっと置いてきぼり感がすごいんだけど、ちょっと足引っ張らないようにね、頑張っていきたいんですけれども、ちょっとそのコロンってやめてもらっていい、なんかトーピードをそういう使い方するの君は。あえて狙わないみたいな、トーピード転がすスタイルの、ボーリングスタイルのトーピード使いか、ちょっとして2500体はそういう使い方をするのか、やめてほしいな。そういえばちょっとジェットパック溜まりそうなんで、ジェットパックも頑張って溜めていきたいな。ナイス玉多分奥め、あ、これやばい、アップね、まあ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 、よかったよかった。ってかさ、この縦振りをこっち向けてきたのがやばいよ、こいつが。裏完全に取ったはずなのに、なぜ後ろを向いて今縦振りできたんだ、おかしいぞと思って。しかもいろいろと頭おかしい、腕前隊の部屋に頭おかしいカーボンローラーおるもんだって、おかしいやん、もうそんな。頭おかしいのと頭おかしいのが合わさって逆に頭良くなってるもんね。もうまたこいつや、またこいつ。このカーボンやばいぞマジで。このさ、やばい、ってかパワー高いカーボンローラーってマジイカれてる、通り越して、なんかもう本当に怖いんですよね、マジで。狂気じみてんじゃないかなって。あ、これ取った方がいい気がするな、これ取った方がいい気がするけど、取らない方が良かったから、ちょっと時期尚早だったか、これは。いや、これは仲間死んでる。うわっ、うわっ、やった、頭おかしいか思いかった、捨てろこれ。待って、俺は諦めたぞ。うわうわ無理か、上に2人登ったか。うわごめん、このカウンターサリー無駄にしてしまった、申し訳ない。しかし俺は今頭おかしいカーボンに対面で勝てたのがちょっと嬉しかった、ちょっとだけ嬉しかったんだ俺は。これは無理だ、焼かれないか今の。うわー、マリカ、いや、ちょっとだけ届かなかったな今。でも相手外したのでかくないか、これちっちゃいの得られるか。あー、危ない危ない、これマジでワンチャンあるよ、これ。これ70で止めたのでかいよ。でここ合間縫って、あ、待って、バレてる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 、やっぱりこれ登られてんじゃん、やばいやばいやばい、このカーボンマジで。うわうわうわ、切れ味がいかつい、切れ味がやばいぞこのカーボンローラーマジで。 こいつ誰も止められない、こいつ誰も止められない説あるよ、なんか。多分ここも多分見られてると思うんだよね。多分ね、あのカーボン誰も止められないと思う。だから、あ、これは、ちょっともう仕方するわ。仕方して、ぐるっと回っていく。こういう立ち回りしないと、多分、止められないと思う。OK。で、一気に行こう。やめろ。裏からも来てたか、くそー、中途半端な立ち回り。だったら前向いた方がよかった、まだ。うわー、これ後ろ向かない方がよかったな。こういう中途半端なのが一番良くないわ。どっちにもならないっていうね。一枚も持っていくわけでもないし、アサリ入れるわけでもないから、マジで今の中途半端。ほんと良くない、今。危ない。危ない、今。これマジ、え、これ多分あるけど。あ、ナイス。センサー引っかかって、センサーじゃね、ポイズン引っかかった。で、相手引いていく。あー、ちょっと雨が邪魔。あー、これ、やれる、これやれるでしょ。やれないの、うわ、その着地、お前、アグレッシブだね、なかなかね。今言う。お、ナイス、ちょっと待って。カバンやった。やったやった、カバンやったんでかい。カバンやったんでかいが、アサリが入らないか。ちょっと待って、登れないし。
俺は、なんだ、上にも登ることができないか、俺は。頼む、あー、ありがね、全部はたいて。うわー、生きて帰れねえか。うわー、でも結構、カウント縮んだな、今まで。ナイスやりだけど、アサリ入れないと意味ないんだよな。ナイス、ナイス、ナイス。とりあえずナイス。とりあえずナイスすぎて、あと、4つぐらい入れたら勝ちだったけど、勝ちでもねえけどな。いいよ、取れた。まあ、しかし、これはちょっとアサリ、やばい、これバレてるな。これバレてる、これバレてるんで。これ絶対バレてる、これ絶対バレてる。はいはいはい。いやー、マジか。こういうフォローがうまいんだよな。やっぱ周り見えてっから、1枚やったとしても、どっかしらで拾われる可能性ある。てか、また入ってる、また入ってる。やばいやばい。いるいる。お前。え、嘘でしょ。嘘だと言って。やめて。ほんと、ほんとやめて。めちゃくちゃ怖い。お前のその動きが。どこ行った？ナイス、ありがとう。あっくね、マジで。ほんと、あいつマジで。あいつほんと自陣に入らしたら終わりだと思ってるからな、俺。この世の終わりだと思ってるわ。危ない！これ待って、ワンチャンあるな。ワンチャンこれ、逆転あるな、これ。これがこれ、ジェッパでどうにかなったら、ワンチャンあるんじゃないか。どうにかしたらワンチャンあるんじゃないか、これ。頼む。頼む。いや、当たれ。頼む、当たって。うわ、当たんねえか。頼む。逃がし、逃がし。うわ、引かれていく。カーボンローラーに引かれることあんの？これ、でかいの作んないと終わっちゃうんだけど。ああ、これ無理だな。ああ、これ無理だな。これ無理だ。これでかいのないから無理だ、これ。ああ、無理だ。ああ、これ無理だ。悔しい。